皆さん本日はお忙しい中、田村選手のこの U5 キャンプ登戸のジムまでお集まりいただきましてありがとうございます。来る3月25日東京ドームシティホールで開催されます、巌流島、スターティングオーバー公開検証3の、カードを本日は発表させていただきたいと思います。もうすでに大人にいらっしゃいますけども、田村清選手が、昨年の7月の両国大会に、引き続きまして、今回の3月25日の、巌流島の大会に出ていただくことが、決定いたしました。後ほど田村選手にいろいろ意気込みや感想をお聞きしたいと思ってますが、この大会、まあ、大体全8試合を予定されているんですが、まあ、あの田村選手にはぜひですね、今回もメインイベントで頑張っていただきたいなと思っております。対戦相手なんですが、今回の巌流島はですね、これだけ、ネットで情報化社会が進んでいる中でですね、まあ、本当にあの格闘技プロレスの原点という未知の競合ばかりを揃えているんですが、その中でですね、田村選手の対戦相手は今ちょっとすごく話題になっているですね、格闘技を知っている人だったらちょっと皆さん聞いたことがあると思いますが、クラブマガという、これイスラエルの軍隊格闘術なんですが、クラブマガという格闘技がありまして、そのクラブマガの、トーナメントで、チャンピオンになったナタネル・パリシ選手、イスラエルの選手が、対戦相手ということで決定いたしました。ナタネル・パリシ選手、イスラエルの本当にあの本場からですね、クラブマガのチャンピオンが、初参戦してくるということになりました。クラブマガに関してはどちらかといえば、まあ、軍隊格闘術なんで、いわゆる本当路上の実戦とか、まあ、あの戦闘をベースとした、技術体系、それこそ戦争の状態でどういうふうに戦うかとかですね、テロに対してどう戦うかとかですね、日本でも護身術的な要素が非常に高くて、六本木をはじめ数箇所でジムもやられていると思いますが、なんか非常に女性も含めて人気があると聞いております。最近ではですね、私よく知らないんですが、米倉涼子さん の刑事ドラマとかなんかでそのクラブマガオっていう技術を使ったりなんかしてですね、そういう意味でもなんか一般の人にも知られてるっていう、そういう格闘技で、これはファンの人もですね、クラブ、ネットとかなんかで巌流島では常に未知の格闘技とか対戦相手を募ってるんですが、このクラブマガの選手をぜひ出してほしいという声が多かったのもありまして、今回田村選手に、受けていただくことになりました。田村選手の、コメントの前に残りのカードも発表したいと思います。残りのカードはですね、もうすで、に5つ発表したんですけど、残り、3試合、田村選手含めて3試合、ですが、残り2試合、まず星風選手が、ボビー・オロゴンが、前回の記者会見で、すごいやつがいるというですね、星風選手がお兄ちゃんのバルハンのコメントをしているときにですね、お前の兄ちゃん死んじゃうよって言ってた、いいよ、では俺がやってやるとかなんかって星川先生熱くなってましたけど、そのボビーが連れてくるズール族のですね、なんかズール族最強の男っていうボンギンゴシマドンセラっていう選手、これ195センチ140キロっていう、まあなんかボブサップみたいな体型をしてるんですけど、まあ、ベースはズール相撲とかなんかって言ってるんですが、私が検索してもその実態がよく分からなくてですね、何なのか、ちょっとどういう格闘技なのかも全く分かりません。でただアメリカのドキュメンタリー番組の何でしたっけ、ナショナルネオグラフィックなんとかなんかで特集されてた時はですね、ズール族は成人になる前にですね、それこそ槍とか、盾 を使ったですね、戦闘術を必ず学ばなきゃいけないみたいな特集をやってたんですが、そのズール族の、アフリカ最強部族の、最強の男をボビーが連れてくるそうなんで、
星風ぜひ受けるということなんで、この対戦になります。もう一つ、あの第1回の巌流島大会で、非常にあの人気を得たカポエラの選手、マーカス・レロ・アオレリオ選手なんですが、カポエラがあの MMA や、キックボクシングも通用するということを世界的に証明しているあのレロ選手が今回も参戦しまして、対戦相手はですね、この間の達人を15秒で、KO した中島選手という、ちょ今回はちょっと日本人を当てるということでですね、中島選手対マーカス・レロ・アオレリオの以上、3カードを追加させていただきます。そしてですね、一つカードが変更になりまして、灯籠拳の例のカマキリ拳法の選手が今回出るんですが、そのカマキリ拳法の選手の相手がですね、新空手のチャンピオンで喧嘩術の林先生のところの弟子の井本選手なんですが、ちょっとあの家庭の事情で出れなくなってしまってですね、あのプロとしてはちょっとあるまじき話なんですけど、法事があるというですね、非常にあの信じられない理由がありまして、でまああのまあしょうがないということで、まあアマチュア選手でもありますから、その井本選手の代わりにですね、これはまたちょっと面白い選手が浮上しまして、岩倉豪選手というんですが、これ私がいいなと思ったのはですね、今 YouTube の動画再生でですね、400万回以上の動画が、まあ、3本ぐらい上がってるですね、あの柳龍拳をなんか道場マッチで前歯折った男がいるんですよ。あの柳龍拳にガチンコで挑んで前歯を折って幻想を壊した男がいました。それが岩倉選手っていう、柔術とそれからあの聖堂からかの大会とかなんか出てる選手なんですが、この柳龍拳の前歯を折った男対カマキリ拳法というですね、そういう夢のあるトースポさんが好きそうなカードに変更になりましたので、合わせて発表させていただきたいと思います。以上、基本的には8試合なんですが、多少また増えるかもしれませんが、この8試合で、この3月25日、どれも 見たことない、未知の競合ばかり、その中で、まあ、有名な田村選手やら渡辺勝久選手や、まあ、星川選手とかも出ますけども、あのその未知の格闘技の、異種格闘技戦をぜひあの見ていただければなと思います。以上です。よろしくお願いします。じゃあ田村選手、ちょっと意気込みをお願いします。そうですね、あの、まあ、未知の格闘家が集まるので、非常にこうデータがないので、もう戦いようがないですから、まあ、自分の今まで培った技術をも出すしかないの で、そのクラブマガって何、どういうあれなんですか、ね、競技としては競技としては打撃、キックボクシングが、まあ、武術ですね、どっちかより打撃を中心に、逆に言うと反則も多いですね。なんか 目つぶしやったりとか、ナイフをどうやって避けるかとか、ピストル突きつけられたらどうやって逃げるかとか、そういうことをこう普段やってるような、実践の系の。なんかね、プロフィール見るとボクシング、キックボクシング 10勝0敗とか11勝1敗とか、なんかそういう成績、そうですね、あのそういう試合にも出てる選手ですね。まあですから、ちょっとまあグランドだったり、その寝技の対応だったりで、そのクラブマガの僕が対戦する選手の動画を見せてもらったんですけど、まあ、それで見ると、まあ、キックボクシングしたいかなっていうイメージなので、まあ、すごく綺麗な、蹴りだったりパンチだったりを、もう基本通りの綺麗なフォームで打つ選手なので、まあ、ちょっとこれも本当データが全然ないので、どういう風になるかはすごく不安なんですけど、もうぶっつけ本番ですかね、正直言うと。もうデータが少なすぎて、だから、まあ、ある意味僕らというか巌流島に出てる選手も対戦相手に対してもデータが本当ないので、もうほぼ9割以上、10割ぐらいですかね、
初対決。そうですね、もうほとんど全部初対決、うん、初対決なので、その出る選手も、対戦相手のこともわからないですし、まあ、その円形の、闘技場を、まあ、いかに有効活用するかっていう戦いで、まあ、おそらく、まあ、これは初めから思ってたんですけど、道着を着てその場外っていうのはあまり僕の中ではなくて、もう本当、円の中の、まあ、さらに中心部で、の攻防をちょっとイメージは してるんですけど、ちょっとね、本当、もう本当前回初めて、まあ、久しぶりっていうのもあるんですけど、初めてのルールの戦いの中で結構プレッシャーを何気に感じてたので、まあ、6年とか7年ぶりっていうのもあるんですけど、そのルール対戦相手っていうのですごくプレッシャーを感じてたので、まあ、今回も、まあ、相手がもう本当どういう選手か分からないので、まあ、それをいい意味でちょっといい楽しみにはしたいと思います。そうですね、まあ、とにかく3月25日その東京ドームシティホールということなので、まあ、その戦いの幅がまたちょっと一から勉強なので、いろんな局面での楽しみ方だったり面白さっていうのがあると思いますので、選手もやる側の選手も見る側のお客さんもこれどうなるのかなとか、そういう想像力とかが頭をこういっぱい使って想像力を膨らませたりできる大会の内容だと思うので、僕もまだ巌流島の大会はまだ1年坊主なので、ちょっといろいろ面白い試合ができるように頑張りたいと思います。3月25日よろしくお願いします。